酒井様、志村様がご検証で。今は猛虎に囚われておいでだ。うん、ご心配なく。辛抱強いお方ですから、戦の技量に優れ、さらに和歌まで。酒井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。猛虎は私たちをどうするつもりか。やつの正体はもののけ。対馬に来た狙いも。何、教えて。人を食べるため。猛虎が人を食ってるところなんて見たことない。外では食べる姿を見せない。島の食べ物は食べてたけど。あんた、見てた。それは私たちを欺くため。騙されるぞ。Here!
珍しくはないのが使い出があるな。橋を渡れないのです。どうした？日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら、猛虎が谷で待っていて下から矢を射い始めたのです。怪我人が？文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。
で最後だ。文太を助けねば。矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。ここにいるよ。これからも頼むぞ。よし。
安らげるよう願う。足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。何者かが押し入ったか。薙刀、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。荒らされているが、争った様子はない。殿はどこだ。答えぬか。この者どもは猛虎ではないが野党でもない。正体を調べるか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。手がかりはない。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。蹄の跡、逃げた者がいたのか、追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。騎兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。
なぜここへ？おじうえが囚われの身に。手を結びましょう。私はおじうえを、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り、己を守る侍をなぜ？それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも、赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と、私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず、北の地で。なれど今は足立の墓に。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど、一族の恥。御身の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。
草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない、民を頼むぞ。酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のような者のことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。皆に礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあれば、あなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。重則様の紫電一閃をご存知ですか？その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。長尾忠頼様も羨む弓です。またいつでも。草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。和田家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。甲冑師を探すか。鍛えて差し上げましょうか。酒井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。酒井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。鋭さと切れ味が増しました。その太刀がおぶんを運びます。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。
取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておると。こちらへ。見られぬように。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。くれましょう。
近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の敵。坊主は生かせ、他は殺す。ふぬけばかりか。さあ侍の技とやる。我が一族の敵。俺たちと同じ類だろう。うっ、草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った。わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ。己に問われる筋合いはないわ。雅子殿、私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。うん、名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。
私がな。お一人は無謀です。もしおじうえがいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかるのちご一族のあだを。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。